ママと喧嘩してさ、家出した時さ、行くところがなくてずっとさ、公園にいたんだよ。ママの携帯全部無視してたの。お母様の携帯を全部無視してたら、お父様から電話かかってきて、ママもね、ルシアがお父様だったら出るって分かってたから、多分隠させたんよね。そしたらパパが、ルシア、ルシア、今どこにいるの？すっごく心配してるから、早く帰ってきてーよーって来て、やっぱお父さんが泣いてると思って、え、今公園にいるって言って、公園のめっちゃなんか本当に寒さをしのげる場所にいたんだよ。寒さをしのげる場所にずっと縮こまっててるし、こうやって。そう。で、2時間ぐらいたら、そしたらパパから電話かかってきて、じゃあ、早く帰ってきて。まず、ルシアの家から徒歩1分半ぐらいの公園なんですけど。ルシアちゃんつってパパとママが迎えに来てくれた。